はい、レバノン、コウスケです。今日は5月の12日ですね。世界の皆様おはようございます。日本の皆様おはようございます。今日はですね、コロナに関することをちょっと、説明しようかなと思っています。レバノンです。ちょっと待ってくださいね。真面目にやります。すいません。ですね、今日なんですけども、こちらのね、今三好町の話になってしまうんで、ちょっと他県の方、他区の方、ね、ちょっと全然関係ないかもしれないですけど、一応参考にしてください。こちら、三好町の、特別号っていうのが来まして、新型、コロナ、あ、ごめんなさい、高齢者の新型コロナワクチン接種開始のご案内っていうのが来たんですよ。ね。で、昨日、私の、母親の、デイサービスに、デイサービスで、月に1回ケアマネージャーって方が来るんですけども、その方がすごく詳しくこれ教えてくれたので、ぜひね、三好町の方で申し訳ないんですけども、今から教えることをちゃんと、聞いてもらえればいいと思います。まずですね、手順1、クーポン券の準備といって、紫色のね、こういう封筒みたいのが送られてきて、ここに番号が振ってあるんですね。で、まずそれを、絶対これをなくさないでください。家に置いといてください。で、次なんですけども、ここに、実はこれ、市役所からとか来るんじゃなくて、自分からやんなきゃいけないんですよ。ね。で、ここの電話番号に電話をめちゃくちゃかけてください。これが全然繋がらないらしいんですけども、で、ファックスとメールもあるんですけど、メールも、ファックスも、かなり見ない確率が高いらしいんですね。なので、電話をとにかくしまくってくださいってことです。で、家からの電話の方が、繋がりやすいってことも聞きました。で、今やってるのはですね、年齢があるんですよ。年齢がございまして、今回の、第1回目なんですけども、75歳以上の方なんですね。まず75歳以上の方。5月の17日月曜日からなんですけども、5月の、6日9時からもう予約の方開始してます。なので、お電話が大変おつながりにくいんですけども、まず電話をしてください。ね。そして、うちの父親も76なんですけども、一応病院の関係があるんで、まずは明日病院に行ってもらって、それでも打っていいのかをまず確認を取ってから、僕は予約しようと思ってます。なので、まずは75歳以上の方限定なんですけども、電話してください。こちらの番号 049-293-6636 ね。こちらの方に電話してください。そして、最後に、こちらですね。今開催されている場所なんですけども、三好の病院、こちら三好の病院っていうのが、もう実は手一杯で、もう受付終了になっているみたいなんです。で、この埼玉セントラル病院、今こちらですね、こちらが少し枠があるのかなっていうぐらいにおっしゃってました。で、このイムス三好総合病院は、まだこれから設置予定なんですよね。で、これ全部なんですけど、病院内ではなくて、病院の駐車場にプレハブを建てて、やってますので、感染とかね、そういうのも防ぐために外でやってますので、まずこちらをね、見てくださいね。で、僕もね、三好町の一応ね、観光大使、になったつもりでいますけども、なので、三好町に関することは、これからも随時発表していきますので、まずは三好町の方なんで、限定になっちゃうんですけども、こういうふうな動きになっておりますので、まずね、このコロナワクチンを打つと、どうなるかっていうのも聞きました。まずね、インフルエンザのほら、ワクチンとかこうやって、ここに普通にインフルエンザはプチュってこう打つじゃないですか、この辺でも。ね、横の方にプチュって打つじゃないですか。ね、コロナワクチンは、上に打つらしいんです。上からズボッと打つらしいんですよね。上から打って、で、その時は全く痛みとかないみたいなんですけども、なんかどうやら、その後に、1日ぐらい、まあ半日でもいいんですけども、経つと、なんか腕がね、
思いっきり重くなったり、微熱が出てきたりとかやっぱあるらしいんですよ。多少の後遺症はあるらしいんですけども、まあ大体1日で治るみたいなんですよね。で、そこを怖がらないでください。で、なんだろうな、うちの母も、まあ、ごめんなさい、デイサービス通ってる都合を、もし打つ時がね、来たら、その次の日はお休みさせてくださいっていうふうに言われましたので、次の日お仕事とか入っている方は休んだ方がいいと思います、一日はね。うん、言ってね。で、必ず、今は75歳以上の方なんですけども、65歳から74歳の方は、まだ、決まってません。日にちの方が決まってませんが、次が65歳から74の方っていうふうにもう発表されています。で、さらに言うとその先なんですけども、男性、女性問わず16歳から、16歳から64歳っていうふうになるらしいんですよ、今後ね。そしたらもう、どんどん、なんつうのかな、1日に何万人っていうのを打っていけば、おそらくなんですけども、7月、8月には、ほとんどの日本人が打てるようになると思うんですよね。なので、怖がらずに、ワクチンさえ打っていけば、これ意外と大丈夫です。で、インドとかの、変異コロナウイルスに関しては、これもうお手上げです。今のね、科学ではどうしようもないみたいなんで、そこはもうしょうがないとしても、普通のコロナに関しては、全然大丈夫なんで、2回ね、打てますんで、まずは高齢者の命を大切にしましょう。ね。その次に、74歳から74歳の方。で、最後には16歳から73歳の方かな。ね。って感じで、やっていくそうなんで。で、もう一点言いますと、ガチンコファイトクラブの、アミノくん。アミノさん。最近ちょっとね、アミノさんのところ見て、コメントとかさせてもらってるんですけども、よかったら、家場のコウスケと、コラボしませんか？グッ。いや、こんな腕相撲じゃ勝てないよ。でも俺は、ジャグラ、ペッ、目押しなら負ける気がしません。ということで、今日も、水曜日ですね。平日なんですけども、皆様、いい日にしてください。ね。では、また、バイチャー、